元の人たちも駆けつけました。七尾駅と穴水駅の間の海沿い30キロ余りを結ぶ能登鉄道、今日から全線のおよそ半分にあたる七尾駅と能登中島駅の間で運転を再開しました。これに合わせて高校への通学を本格的に再開した生徒がいます。畑野千里さんです。今日は、はい、能登鉄久しぶりに動くんで、ちょっとワクワクしてます。自宅の最寄り駅は穴水駅ですが、まだ運転が再開していないため一旦バスを利用します。能登中島駅で列車を待つ間には、テストやばい。友達との何気ない会話も、よかったな。よかったな。まあ嬉しいよな。日常がちょっとずつ帰ってきたなって実感したのと、いや本当だわ。外から見る風景は家崩れとったり、山崩れとったりでちょっと違ったから、やっぱり地震って大変だなって思いました。畑野さんが通う七尾高校、全校生徒の2割ほどにあたるおよそ120人が能登鉄道を利用していて、これまで通学が難しい生徒もいたということです。2割なんだな、多いな。能登鉄道は被害が大きかった残りの区間についても復旧作業を進め、4月上旬の再開を目指すことにしています。そしてもう一路線、JR 七尾線です。ほーん。七尾駅から和倉温泉駅までの区間が再開。和倉温泉。関西や金沢市内からの特急列車の乗り入れが可能になりました。和倉温泉着が2時半ですので、20分ぐらいには。創業100年を超える旅館の女将、大井真理子さんです。地震で壁に亀裂が入るなどしたことから臨時休業に。和倉温泉もな、切符は買ったけどな、もう七尾に行く前で疲れたけ、結局乗らなかったよな。この地域の20以上の旅館などは地震による被害の影響で通常の営業ができない状況が続いています。おお、和倉温泉って大きな温泉地なんだな。そうした中での鉄道の再開に、ちっちゃい光かもしれませんけどね、トンネルの先にちっちゃな光が見えてるなと思っております。本当一歩一歩頑張ってほしい。着実にね、和倉の温泉の火を消さないようにしていきたいと思います。まあ、頑張ってほしい。応援して。なりわいの再建に向けて一歩踏み出した人も、涼しいな。